型式番号 GN0000RE プラス GNR010 モビルスーツダブルオーライザー。全対戦の最終決戦でダブルオーガンダムはリボーンズガンダムとの激戦により大破した。太陽炉も損壊したため GN コンデンサーを搭載して修復されたのがこの機体だ。粒子貯蔵タンク型とも呼ばれている。主に支援メカオーライザーと合体した状態で運用され高速で飛行。 GN ソード3で戦う。パイロットはソレスタルビーイングのセツナ F ・セイエ、純粋子のイノベーターである。異星体エルスの出現に際し出動したセツナはツインドライブシステムでトランダムバーストを敢行する。ダブルオーライザーは量子空間への扉を開き未知なる存在との対話へとセツナを導こうとするのであった。